Amen. Uh, two weeks ago, we had a lesson called the Matthew effect. It was based on the parable of uh, the talents where Jesus. Uh, is telling the story about a master going away and then giving his servants a certain amount of money. Oh, right. And he said to one, he gave five, to another two, and another one. それぞれの能力に応じて与えた he said, he すみません先に言っちゃいました、えー、とそれぞれの能力に応じてそのタラントをそれぞれのしもべに預けていきます five, でその5タラントを預かったものは5タラントもうけたので <10. S 1> 全部で10タラントにした

で、その、マタイの、まあ、効果、マタイの影響っていう、ごめんなさい、どっちの言葉がいいかな。えっ、ー、と、それは、その、イエス様の話した例え話の最後のところで、もと <He S 1> にしています。で、その、イタラントを持っていたものから、その、イタラントを取り上げて、10その、イチタラントにしたその、タラントその、タラント取り上げて、その、タラントそのものに与えなさい。 More will be given. で、そのもっと、あ、持っているものはさらに与えられる。Who, who nothing, そして、その少ししか持たなかったものはそこから取り上げられる。それさえも取り上げられる。Okay. So, there, で、2週間前にその私がお話ししていたその原則というのは、okay. その持っているものはそこからもっともっとそれから得るようになる手に入れるようになるでアマゾンのあの熱帯雨林のあの話をしましたでその熱帯雨林のそこのアマゾンの密林には1万6000種の,あの、まあ、木があると。 でもその森全体の中の5割はその種類の中の1%の種類だけで占めている。それはその木が大きくなって成長していくにつれて。

まあ余分にあったというそれだけなんですがそれがどん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 広がっていくと最終的にはものすごくたくさんのまあ利益なり恩恵なりその気が得るようになるで、神様は私たち一人一人皆さんを本当に増え広がるようにと召し出しましたでも その中にはそのフェがったり、それからたくさんいただけることの中には自分だけのものにして、それを自分だけのために使うというそういう考え方に基づいたものではない。God told Abraham, I'm going to bless you more than anybody around y o u a b r h a m and c a m a e あなたを本当に他の誰よりも私は祝福するよとおっしゃって であなたを祝福するのは、その祝福になる、祝福を受けることによって、あなたが他の人たちのための祝福となるためなんだ。Okay, God wants to bless you with an advantage. で、神様はあなたを祝福したい。それもあなたにメリット、それからいろんな恩恵をこうたくさん与える。それをいただいたあなたが今度振り返って周りの人々を。 にに対してのその祝福となるので、okay. でルーさんとスさんに今朝読んでもらった 12, 説が、えー、とマタイの12章の30で、マタイの12章の30節に私の味方でないものは私に逆らうものであり。 私と共に集めないものは散らすものです、uh, Jesus said only two で、イエス様はここで二つの立場しかないとおっしゃいました二十、okay. の違う異なる立場ではなくてその二つの立場しかない And、no、in the それからその中立地帯というのもないそのグレーゾーンとかね中立地帯というのもないイエス様は Or you are me. 私と共にいるものか、それとも私に逆らうものか、どちらかでしかない。Okay, we 先週の話をします。先週は非常にシンプルな科学の原則を皆さんに先にお話しします。はこのボールを持ってそのデモンストレーションをしました。はい。 で非常にシンプルですあなたは二箇所異なる場所に同時に存在する同時に現れることはできないこのボールこの物体は私の手の中にありながら向こうの母子室の誰かの手の中にあるという状態

またはあなたは誰か神様以外の誰かの手の中にある存在。でもあなたは神様の手の中にありながら誰かの別の存在の手の中にあるというその同時に2箇所いるということは絶対にありえません。 Okay, this universe is really based on simple principles. シンプルな、そういう意味では原則に基づいて全てが存在する。で、神様は私のところに来なさい、私と共に歩みなさいと言います。But you have a choice. でもあなたにはそこで選び取るそのチョイスがある。<Okay. S 1> で、二か所別の人の手の中に同時に存在することはできない。OK? ジーストはおっしゃいました。あなたは私の味方か、ま、たは私に逆らうものか、どちらかの立場しかないと、ね。ここいもう一つあなたは私と共にあるものか、または共にないものかの、どちらか。

なので、よくこういうふうに言う人のコメントが来ます、ね、あ,あ、私は別にイエス様に反対しているわけではない。イエス・キリスト well, それからキリスト教に反対しているわけではないけど、<laughs> 私自身は、まあ、別にそれを信じていない。これはイエス様がおっしゃったことで、私が言っていることではありません。 And if he is our creator and the Lord of creation, then he has the right to make the rules. Okay, part of our point last week was every day, many times in the day, we say yes to something. その先週の,そのメッセージの中のポイントは私たちは毎日の生活の中でものすごくまあたくさんの機会に私たちは何かに対してイエスと言っている <Okay. S 2> い。o k you may try to be a very positive person and I'm going to say yes to everything I can. で、例えばあ私は本当にポジティブなそのプラス思考に。

でも、真実はこうなんです。あなたが、イエスというふうに、その一人、またはそのことに対して、応じたときには、それ以外の人々、またはそれ以外のことに対して、あなたはノーと言っている事実がある。Okay、You said yes to being here at this time of day。で、その日曜日のこの時間にあなたは、この教会に来ることに対して、はいと Saying no、to being everywhere else. そうすると、あなたがこの教会に来ることに、イエスと言ったその裏側を見たら、あなたはそれ以外の人やそれ以外の例えばイベント状況に対して、ノーと言っていることになります。Okay. No、例えば、日曜日の朝10時半に、ショッピングに 行くことに対してはノート。と、no no、に,に対してはノート。よくとに対してはノート。よくとに対してはノート。よに対してはノート。よくとに対してはノート。に対してはノート。に対してはノート。よくとに対してはノくとに対してはノーくしてはノート。よくとにしてくとに対してはノート。よくに来していノート。とに対してくとに対てはノとに対してはノート。くとに対してはノート。くとに対しとに対しはノーとに対してはノート。よに対してはノート。よくとに対うてはノとを 考えないことが In, 多いですけれども。Yes thing, no、あなたがその「イエスと一つに対して一人に対して言っていることで、それ以外の人や事柄に対してあなたは「ノーと言っている事実があるわけです。Okay, a few weeks ago, I was offered two English classes. で、私は数時間前に二つの英語のクラスのオファーがありました。They were both at the same time. <で> <Sorry. S 1> それは、time, 2つのそれれぞのコマの英語のクラスのオファーがあって教えてくださいと。同じ時間に重なってたんです。Now, yes、で私としては、両方の学校にはい教えに行きますとね言いたかったんですが、その学校に、いや、 だいやですとね例えば教えられませんと一回言ってしまうとその後ねそのオファーが来るかどうかも分からないのでできればノートは言いたくない。でもよく考えたら金曜日の朝10時半にその全然ロケーションが違うその2つの学校に私がいくらそうしたくても同時に教えに行くことはできない。 クローン I 私もクローン自分のクローンできませんから。私もクローン自分のクローンできませんから。私もクローンできませんから。私もクローンできませんから。私も I can't do that. 何をやってね、その2つの学校掛け持ちできないか。できるかなできないかなとねいろいろいろ頭の中で。一応考えたんですが、結果は分かってますよね。<Okay. S 2> できない。yes t う。one, but that meant I was saying no to the other. ということは。そう。そう。そ学校に対してはいと。 いう OK, so by saying yes to one, I had to say no to the other. で、イエスと一つのところに対して言うことによって、もう一つの方にはノーと自然的に言わざるを得ない状況になった。そういったチョイスを私たちは毎日毎日本当に迫られて、そして決断をしなくてはならない。 それからもう一つどうしてもあなたにできないことはあなたの人生生活の中で関わっている一人一人全ての人を喜ばせるために全ての人にイエスということはできない。OK, if you're married you really understand that, okay? 結婚さなさってるカップルはそのことについてよく知ってると思います。OK? I have to make a choice a m I g o n make my wife happy or am I g o n make somebody else happy? でね、私は自分の妻に対して、伴侶に対して、この人を喜ばせるためのイエスを言うんだろうか、それとも他の人、他の出来事に対してイエスと言って、その結果妻の気分を悪くするんだろうか、ね。で、時にはうちの 奥さんをハッピーにすべきなのかそれとも子どもたちを喜ばせるべきなのかというそういう選択に迫られることもあります。それからもう一つはこっちの子どもをハッピーにするそうしたらこっちの子どもは絶対にハッピーにならないというね。その All the time. Okay. だからいつも私たちは何かそういったそのチョイスを迫られるわけです。So yes、そうするとイエスという前に私たちが考えなくてはならないのは誰が一番私たちそこでその大切にしなくてはならない存在なのかということ一番にしなくてはならない存在なのかということです。Okay. 一番私たちにとって大切なのは神様に対してまずはいということ。Okay?、Uh, because I'm going to spend eternity with God. それは私たちは永遠を神様と共に生きるからです。Okay? I may only spend a few years with some people. で、私はその今関わっている人々の中で考えれば本当に今。 数年の付き合いだけになるという人も中にはいるでしょう。で私はあ,のある友人が今年結婚して66年目を迎えたとね、そのお祝いをしてするあの友人がいます。でね、最近では結婚66周年なんてすごい珍しいですよね。Thinking, wow, 考えれば。<laughs>

からこそノーと言わなくてはならないそういう人々それからまあ気分を害さなくてはならない人々がその陰で出てくるわけなんですが。

で、そのニコデモに対して、イエス様、こうおっしゃいましたね said, again,。あなたが新しく生まれ変わらない限り、あなたは神の国を見ることはできません。Said, あなたは自ら生まれ、そして自然に、ああ、自然的に生まれ。出たもの でもあなたはそれと同時に霊によって生まれ変わらなくてはならない。でイエスキリスト私たちはその自分の救い主。 私たちは新しく生まれ変わります。His spirit comes into our spirit and we're made alive to God. の家の家 okay? And then Jesus said, You need to be born again and you need to be baptized in water. He said, Go into all the world and make そしてその世界中で、uh, に出ていきそして弟子を作りなさいと。Said, Father, に Son, の父とこをを聖霊の皆によってバプテスマを授けなさい言われました。Okay. でそのバプテスマについてはい。ろんなまあ 考え方のバリエーションがあります。Uh, the Father, the Son, である時にある一人の女性に洗礼を授けて、その時に。父と子と、聖霊の皆によってバ。バプテスマを授けると。言って授けます。そして、その後数年して、彼女と話をしていた時に She got。I said how's your weekend go。 で、あなたあの一週間どうでしたかと彼女に聞いたんです said, そうしたら彼女はまた洗礼を受けたと言いました I said, I said, なぜですかと聞いたら、okay. said, well, そうしたらその彼女はあのいや教会で奉仕している人と一緒にまあ今働いまあ、働いている職場合が一緒になった、okay. and they said you have to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ

カバーするために、イエス・キリストの皆によってのみの洗礼を受けたんです。Okay. I said, well, で、まあ、私は、あ、それは、あの、それでいいですよと。まあ、あなたが、本当に、これで、学習、自分は洗礼を受けたというふうに。確信が持てれば、それはそれでいいでしょうと言います。そうすると、今、私の洗礼のやり方は。

洗礼を受けるべきだと、ね yes. そして私たちは水の洗礼を受けるべきですからそれに対してもイエスと私たちはお答えすべきだ to それから聖霊に満たされることこのことについても神様から言われました、okay. so yes、で聖霊の満たしということが出てきますそうすると聖霊の満たしに対しても私たちは神様に はいと、そうしてくださいというふうにお答えする必要があります。Okay, in Ephesians 5, it says to be continually or continually refilled with the Spirit.Okay, it's actually Ephesians 5, 18, it says be constantly being filled でエペソの5章の18節の省略聖書なんですがここはあの普通の私の深海薬では「見たまに満たされなさい」と書いてあって生薬だと「絶えずいつも見たまに満たされ続けていなさいと」と「救われる」ということは聖霊があなたをその神様に引き寄せてくださらない限り 起こらない聖霊様が私たちに罪の赦しあ、ごめんなさい、罪のうしをしてくださって、私たちが本当にあ自分は罪人なんだと、自分がそれを認めて、認識して、そして救われる決心をするわけですから。で、その見たまによって、聖霊によって私たちは、

Be your teacher. And you'll take the things that are mine and reveal them to you. So it's important. Don't say no to the Holy Spirit. Okay, I've heard people say, well, I like God the Father and I like God the Son, but eh. まあ、人に言わせるとあ、天のお父様という考え方信じ方もそれから巫女イエスキリストを信じることにも全然抵抗はないけど御霊,霊うんどうかなとそういう人のコメントを聞いたことがある don t, don t、no. だからその聖霊に対してノーと言わないこと言わないでください <Okay. S 1> そして4つ目に私たちがイエスという はいとお答えすることの中には、「イエス」となること。で、その全世界に出て行って、そして彼らを教えて、そして洗礼を授けなさいと。そしてそれは、イエス・キリストが命じたこと柄を、その人々が守り行うように。 彼らを教えてまたトレーニングをしていくべきなんです、so yes、だからそれをするのが弟子でありますから私たちは自分がイエスキリストの弟子になることに対してもイエスと言うべきです okay, week, five,、really、into, そして今週その五つ目のポイントについて先週ちょっとあの全部カバーできなかったあ部分ですがこれを話します、okay. 弟子になってイエス・キリストの私たちは今しめそれから教えられたことを聞き従っていく。それをするということは私たちはキリストの体の一部となるということです。そしてそれはまた言い換えれば私たちが自分の教会、 に根付いてそこで私たちはなんて言おうかなその一部となること、oh, <okay. S 1> そしてそこにあそこに自分が根付くということについての決心をしてます制約をしてっていうのかな心ここで決めてそのようにすることなんですでこれももう一度 言いますけども、聖霊様の御霊の働きです。それは御霊が私たちをこのキリストの体につくもの、そこに継ぎ合わされるものとしてくださるからです。Okay, remember, uh, で、私が日本に来て第1年目、uh, young man, young で私はあのその時に若い。

で、その3ヶ月が過ぎる頃に、まあ、会社の,あの上の人から呼ばれて、で、あなたを正社員として雇うことにしましたと彼に伝えました。で、あなたは会社の洗礼を正社員として雇うことにしまたと彼に伝えました。あなたを正社員として雇うことにしましたと彼に伝えました。で、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  Okay. and u s e the word like being immersed, totally dipped in, soaked in the company. で、それは、その、まあ、使った言葉で言うと、もう本当に会社漬けになる、そういう気持ちがあるかどうか。ね、もう完全に浸されて、完全に会社、もう一辺倒になる、もうそういう気持ちがあるか。<Is S 2> 私たちその会社と、あなたは一つになる、その気持ちが、決心がありますか で私はすごい好奇心から彼に聞いたんですが何て答えたの ?He said, I said no.He no said, I'm thinking, I'm already baptized.I'm not going to get baptized in the company.So he said, I understood that means the company would own me.So そ,その言葉を聞いて私はその時にその会社が 私を所有したいとね、いうことが分かった。会社と私が一体化する、もう会社の中に完全に私がもう付け込まれることを会社は望んでいるから、そんなことに「イエス」と言ったら、私はもう本当に死ぬほど働かされるじゃないか。So he said no. で、彼は「ノー」と言ったんです。And he moved to America. そしてその後、彼は。

あなたが本当に会社づけ、もう会社の宣伝を受けるつもりがあるかどうかっていう、そういうことを聞いた。そういう言われ方をして、その自分が会社に対して持つ忠誠心っていうのが、どこまで求められているのかという、それが認識できた彼は、本当にその時にゾッとしたっていうんですね。See the Holy Spirit. で聖霊様はあなたをキリストの体にそのつくもの,そのあなたがキリストの体の一部になるようにと聖

私はこの一部としてやっていきますという決心をしたことになる。Okay. Jesus said, If you are my disciples, you will obey my commandments. でもしあなたが弟子ならば、私の言っていること、私の命令にあなたは従うはずですと、イエス様はおっしゃいまネの13章を見てください。34節、35節。ヨハネの13章。 Okay, Jesus says, a new commandment I give to you that you love one another even as I have loved you that you also love one another. He says, by this, by this all men will know that you are my disciples if you have love for one それによってと書いてありますね、次の説に。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。So、Jesus said, This is how the people around you are going to know that you are my disciple。あなたがキリストの弟子かどうか、その、イエス様に言わせれば私の弟子かどうかは、その、あなた方の周りの人々がこのことによって、 わかる気がつくはずだ。Like、Peter, ペテロよヨハネよ、あなた方は愛し合うべきなんだ。そして、あなた方はその仲良くやっていく、その道を見つけるはずなんだ。ペテロとヨハネというこの二人の人は非常にまあ性格的に異なる。 すっごくもうその性格パーソナリティが全然違う人でした。Okay, if they could love each other, everybody's going to say, Wow, there is a God!

で今年私は結婚45周年を迎えます。で、私は妻、まあ、サラと出会って48年になります。で、私は大学に行き始めて、最初の数か月の間に、まあ、彼女と初めて出会いました。で、私にとっては本当に一目惚れでした。

部屋の中に入ってセンターの中に入ってくるのを見ましたで、そうしたら本当になんかア,アニメみたいですよね釘付けになって目が釘付けになってその彼女の姿をずっと端から端までたで,でその時に彼女が何を着ていたかも私は今でも覚えていま boom 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 boom. で私の心は本当にドキ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 していてで彼女といえば私のことになんか全 全もう本当にちょっとの注意も払わずにまいまた。で、そこから始まった私たちの出会いの中で、私は彼女との人間関係を。 本当に何もないところから築き上げる努力をしたわけです。Really、でも、その自分たちが本当にまあ恋に押した当時のその時のことを覚えています。To いつも一緒に時間を過ごしたいとね、そういう願いを。 OK、we were together on campus five days a week. Every break we got, lunchtime, in between classes, we were together.、まあまあね、and then I would go see her every Friday night, Saturday night, and even Sunday night. 金曜曜日日のの夜夜それから土曜日の夜で、できれば日曜日の夜まで彼女のところに会いに出かけました。れであの、その後あの、今度違う大学にそれぞれが編入して、 そして彼女と私の行く大学が異なっていてここと東京ぐらいのまあ距離なんですけどもまあ2つ違う大学に行き始めましたその当時は,当時はフェイスタイムもなく LINE もなくスマホもなくそういう時代でしたので顔を見て話すとかね電話でもそんなしょっちゅうできする時代ではありませんでしたで今のあなたが多分 映画の中でしか見たことのないあのこういう電話こうこういう電話。 もう本当にどれくらいもうその電話代につぎ込んだことか。でできる週は週末は彼女に会いに。 もう車で彼女のところまで出かけたんですね。Married, それでその、もう本当にやっと結婚できて、その結婚した後、どれだけの電話代とどれだけのガソリン代がかかっていたかということを知った時に私はすごいと思いました。Okay. The, the is, somebody, でも、皆さん多分お分かりだと思うんですが、誰かを愛してる時 誰かのことをすごく思っているときにはその人と一緒にいたいとかそのいなくてもその人のことで頭がいっぱいそういう気持ちになりませんか Jesus, もしあなたがイエス様を愛しているというのであればあなたはイエス様とそれだけ時間を過ごしたいと。そしてそれはそのイエス様を愛している人々と私たちが時間を 一緒に過ごしたいと思うことにもつながる。で、もちろん、イエス様との体験っていうのは、私たちは一人だけの時にもできます。教会として、そのキリストの体が一緒に集まる時には、もっとイエス様との体験っていうのは、充実した、フルに、

あなた方を通して神様は私たちに語ってくださると私は信じている。あなたがあなたも神様の言っていることを聞くことができる。And he そして一人一人に対してあのまあバラバラにしてね。そして神様どうか語ってくださいと一人一人が求めましょうと。でもしかしたらそこで 一言だけ、神様から語られたというその言葉があるかもしれない。またはその聖書の御言葉で今強い印象が来たというものが与えられるかもしれない。お前、okay. okay. もどういう形にしても、あなたに神様が語ってくださることが必ずあると。そしてそれをみんなそれぞれの子供たちが求めて、そして、でまた集まって一緒になるんです。お前は、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 お

思うんだけどと言言って一言 say,、well, で、また別の子が次に私は聖書のこの箇所を頭の中にこう思い出してで、これはでもどういう意味か私にはわからない。Say, well, で、また別の誰かが私の僕の頭の中にはこういう歌がずっとこうね流れてたよ。 でもそれがそれを一人一人聞いていくとその一つ一つのこう神様から語られたっていうのがパズルの,ようパズルのピースのようにこう一つ一つだん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 こうあるものを作り上げていくでそそのの一人人が個ととして聞いたことはその時には それがどういう意味なのか何の意味なのかわからない。もしれない、so、でも私たちはそういった互いが持っているものから大きな恩恵を得ることがよくあります。Okay, で私は教会のリーダーシップからあの長い間学びました。If we need to make a decision, でそのもし私たちが何かのことで決めたいと思うことがあるんだったらで、ね、決めたいもう早く決めなくちゃいけないということがあるんだったら男性だけで男性のリーダーシップだけで集まる。Say, okay, One, two, s <S で、そのをにじゃあこれはこうこう1番、2番、3番こういうふうにすればいいんだね。はい、じゃあこれやれよ。で、それだけで終わりなんです。S <S で、早いです。 決め方早いですでも私が気が付いたのはそれはあまり良いやり方、まあ、決,決,あの決定の仕方ではないと例え,ば、ね、例えばルーさんと私とスケ君でそのあることを話をしていてそしてどうしましょうかと決めたときにああじゃあ1番2番3番ああじゃあこれでやりましょうはい。 そうしてその後で今度ご婦人方のところにそのこういうふうに決めたけどっていうその意見を持ってきます決定を持ってきますそうするとうちの奥さんがまず開口一番あなたはこのことを考えたって持ってきますねでその後で例えばマリエさんはでもこれとこれはこういうふうなのはどうなの

でも、こういうふうにやってしまったら、こういう結果になるでしょって彼女は指摘していきます。Thought, well, sure, で私は、私の大抵いつも同じように答えるんですが、ああ、mm、hmm. ah, しまった。それは考えなかった。Mm hmm. 考えもしなかった。だから、男性は必ず女性の意見を聞くべきだと。

十の不必要な結果を、私は招くことがあるとね。それから、この教会だと、外国人のものの考え方と、それから日本人のものの考え方と、また違うという、そういう。や、あのことも。

言っても一人一人が何かそこに差し出すことのできるものを持っている。Together, er、そしてそれらが全部集まって私たちにはその全体的な豊かさというものがそこで出てくる。 2:19-22 says, says, So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household.Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone.

In whom you are also, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Okay, verses 19 and 20 basically talk about things that are finished, they are complete. Okay. アナタが新しく生まれ変わった時 You're no longer an outsider, a stranger. もはやタコクチンでもキリューシャ、そのアウトサイダーではなくなったと。Okay, you are a fellow citizen with the saints. 今、アナタがた方は、セートたちと同じ国民であり。You are of God's household. <S そしてアナタはカミノ、カゾクトナッタ。Okay? Uh, you have been built on the foundation of the apostles and prophets. Okay. We have already been built on Jesus, our cornerstone. ソセキになってくださっていて、そこにドダイガモタテライティ。Remember last week we, we talked about Jesus said, Come to me, all you are heavy burdened.、ね、He says, I will give you rest. Okay, when you're born again, that happens. でも私の首ビキを追いなさいと。そして首ビキを追って私から学びなさいと。イエス様を私からびなそしてクビキを追っなさいと。そしてクビキを追って私から学びなさいと。そしてクなさいと。そしてクビキを追いなさいと。そしてクビキを追いなさと。してクいなさいと。そしてクビキを追いそしてクビを追と。してクいなと。してなそしキをと。していと。してそ 何かがそこで完成に至りますでもそこから同時にその始まるプロセスというのもあるんですあなたがイエス・キリストから学んでいくその時に学びながら学ぶたびにあなたの魂には安らぎがやってくるそれはイエス様の にに OK, here in Ephesians 2, 21 and 22, it <で> talks about things that are in a process.Ephesosho no ni sholo, 21 sets, 22 sets wa ima, sorega oko っている so mate ni arto yu koto. It says the whole building is being fitted together. クミアサレタタテモノノゼンタイガセチョーシテ。イエスニアルセナルミアトナル。And we are being built together into a dwelling of God。そしてこのキリストニアテ、トモニタテラレミタマニオテ、カミノミスマイトナト。Now this is in Christ and it's in the Spirit。 私たちはその組み合わされている、また共に立て上げられているその過程にある。That means we don't fit together in the beginning。ということは最初の出,出だしというのは別にうまく組み合わさってもいない状態なんです。 私たちはそれが組み合わされて成長していってこの聖なる宮になるとということはまだ最初は小さくて未熟なものであるとねいうことなんですね。まだ成長したフルサイズにはなっていないそして私たちはみんな組み合わされてそして神の住まわれるその宮に

続けてください。完成に至らせてください。To そしてまたこのようにも言われています。私たちは自分の救いを達成しなさい。そして、文字通り、その完成に至るまで私たちはその救いを自分でこう作り上げていきなさい。We それは一人ぼっちでできることではありません。他の人々、他のその家族のメンバーと私たちがつながってまた関わっていく中で私たちにできることなです。で先週私のまあ教えている授業を受ける生徒まあ学生たちとまあ初対面の。 その1週間で、したでその時に初対面で、まあ、学生たちと話めてくつのことを言いました。で、このクラスはあなた方のための英語のクラスであって、これはあなた方が私に日本語の授業をするクラスはありません。 あなたはうちにいて英語をしゃべっていることはできないので。 ここ OK?You've、okay. got to be here to speak English together with other people.And there are things of God you cannot experience at home alone. 神様の事柄にあっても、あなたがうちで一人ぼっちで。 神様とやり取りをするだけではできないことがあります、okay. 一緒でなければ組み合わされるというそういうことも起こりません、okay. 一緒でなければその組み合わせるというその行為はできない 人間関係、それから人間のつながり、そして一緒に何かをやっていくことの中でそれは起こります。To to で、最近の若い人は、このフレーズを使っちゃいけませんが、最近では若者がこう、ほかの人とどうやって関わったらいいかわからない。 というふうに悩む人がすごく多いです。で、人間の顔を見て、その他の人間とつながるよりは、このスマホのそのスクリーンを見ながら、またコンピューターのスクリーンを見ながら、その誰かとやりとりをすることの方が多いぐらい。Been, でね、こういうふうに私は一回言われました。 あ年寄りだけがね、その直接最近はね、電話で話をするんだ。Else just text? 他の人たちは、若い人たちはみんなねあの、テキストメッセージを送って、メールでやるんだよやり取りする、ね okay. the the でこの前、こういうあの写真かな、それがネットに出てるのを見ました。slow a の i m a l s They move ット r y て l o w l y

こういうふうういふにテテキキスストトしまますすメッセージを送りでうちの娘はどうううやっってて友達ににテキストを送るででしょうか <laughs> 片手そそのものののもすごく早くくく早早んなにあなあたの指早く動くのって思うぐらい。ももう片手ででねねのすすごい速さでテキストメッセージ作ってどんどんん送りますよ、ね okay. Okay. Uh, 話したいことを忘れてしまいました。説明し,しすぎて。Okay、そう many young people have lost the ability to actually look somebody in the eye and talk <で> to them。そういうふうにテキストメッセージだけで話をして、話というかねそうあの、コミュニケーションをしている中で、相手の目を見て、相手の顔を見て話すそのすべを多くの若い人たちが知らない。Okay、my students have to give a speech next week. 学生たちに宿題を出して来週はみんなの前でスピーチをしてください。Uh, で、その時に原稿を用意して持っていても大丈夫ですと言います。Uh, the past, で、その時にあの過去にはその紙に書いたものまたプリントしたものをそれを持って学生たちが前に出てきて。で、 あのスピーチをしてたんですが今は携帯で自分のスピーチをスマホに写真かなんかで収めてあってそのスマホを持って前に出てきてそれをスピーチの文読むんですね、so、I say that's okay but you still cannot hide behind your little 携帯 でまあそれでもいいけどでも携帯の前にあなたは隠れてねそのスピーチするあ携帯のまあごめんなさい後ろにですね後ろに隠れてスピーチすることはできないよって言スピーチをするときに原稿を見てもいいけれどもでもその話している相手のその目を見て顔を見て話をしなくちゃならない。Okay,、uh, about two years ago David Abbott and I were sitting in、uh, b a n d u n で二年前、In <Indonesia. S 2> インドネシアにデイビッドさんと一緒にいた時にバンドゥンで私たちはまああるところで腰をかけて okay, we レストランで、オッケー、The table beside us had a family。

もう誰も顔を上げてその自分の家族の顔を見ながら話しかけようとする人は思えなかった。Nobody, nobody すごい静かな家族でした。もしかしたらね家族の会話は自分たちは今テキストで、ね、<laughs> 会話してたのかもしれないけれど。Okay. Okay. 私たちは他の人間に。 そのつながるつながり方関わる関わり方を私たちは学ばなくてはなりませすそれは私たちの生活や人生において自分以外の誰か他の人間が関わってくれるそういう場面が絶対に 必要になってくる、そういう事態が起こるからです。でジャカルタに行った時,った時に、あの安藤と話をしました。で、すごく不満を抱えた若い青年がやってきたと。He was discouraged, lonely. で寂しい、そのまあ一人ぼっちだという、そういうね、気持ちを持っている、非常に寂しそうな。<was> アンドルーで,でその友達ができないと、ね、悩んでいにそのどういうことを今まで、ね、してきたのかということをね一つ一つこう質問し始めた。でこの若い青年はクわスチしンんのンだ。でそれはどういうふうにしてその若い青年が今までしてきたかというと。

こう見比べながら、あ、今週はこの教会、今週はこっちの教会。でその週にどういうイベントがああるのかっていうの、ね、かからじめていててってこ楽しそうなところにその週は、行くといい、ね、ういうううそそ教会生活をしていたれで彼は、でもね、友達が、ね、できなくって、すごく寂しいとね、彼は言ってたんです。 そうして、アンドは思わずそれじゃ友達できないよ、もちろん。Said, weeks, like、で、1ヶ月に1回教会に行くとね、その教会に行く。それから6週間にいっぺんその教会に顔を出す。というだけだったら、いつもその教会から見れば君はゲストじゃないか。Okay. でそういった状況の中であなたは誰かと友達になってその友情関係を築いていくことはとてもじゃないけどできないよ。おも面白いからとかね楽しいからとかってそういうのをもう横に置いてどこか自分が根付く教会をまず決めてその教会にその 毎週毎週毎週通うべきだ、so said, you, you で。そのあなたには誰かをね、励ますことも必要だけども、でもそういう教会に、ね、の生き方をしてたら励、誰を励ましていいかもわからないだろう。Okay. So、で、いつも彼はそういったあの、まあ、ふうに。 こっち今,日今週はこっちの教会、今週はあっちの教会とね、いろいろ、まあ、教会巡りをしていたんです。私はあの今、息子たちがアメリカにいるので、息子たちに聞きました。今、どこの教会行ってるそしてどうやってその教会に行くかのを決めたのかって。Jason said、well, this church over here has the best coffee. でね、そしたチェイスはね、あここの教会はね、一番ね、コーヒーがおいしかった。でね、休憩の時間でドーナツも出るからってらね、コーヒーがおいしくて、ドーナツが出るから、あそこの教会好きだよって。 So, <laughs> interesting. Matthew didn't like that church. Of course, Matthew doesn't drink coffee. So, Matthew I am not going Okay. Also, the church with the coffee is a very social church. Everybody loves to talk with each other, and Jason is a very social person. でジェイソンはどっちかというと人と話をすることが好きでそれで誰とでも彼は割と友達になれるようなそういうタイプですよねでコーヒーがあってドーナツがあってそれを飲みながら食べながらこうワイワイとねこう交わりの時間があるっていうそれを彼はすごく気に入ってた 2, でもとても大きな協会でだいたい2000人ぐらいのメンバーがいる協会なの 2000, no、で、その2000人の中にボンと入っていってもジェイソンは自分がこういろいろ話をする人たちを見つけて、そうして友達になることができるんです。マューうで。うちの息子たちは同じ教会には行っていません。で、マッシュはマッシュは教会に行ってます。もっと小さな教会で。で一緒にはね、彼らはあのもちろん住んで、一緒同じところに住んでるんですが、 教会はとマッチュの言ってる教会は、牧師さんがスペイン語でメッセージをして、そのメッセージが英語に訳されている、そういう教会に行ってます。で、その教会には、5カ国か6カ国ぐらいの違う国々の出身の人たちが集まってる教会に行ってます。 And much smaller, about or でそこは30人か40人ぐらいの2000人の教会に比べるともっと小さな教会です。マテューはマテューでバイリンガルのそれからいろんなカラフルな人たちが集まっているそういうこじんまりした教会の方が自分はまあ 気持ちよく心地よく過ごせる。Said, like、で、この教会はリビングウェイみたいな教会だよって私に言いました。Okay, so that's where he goes. That's where he feels like he fits in.Okay,、まあね、but the Holy Spirit places everybody somewhere. で、精霊様はその クリスチャンをどこかに教会にに必ず導いて根付かせますどこに自分がこう根付,か根付いてそしてどこでどういうふうな関わりをつく

あなたを必ずそこのあなたがフィットするところ、根付けるところに導いてください。そしてその中で神様の家族は私たちは私たちが互いに組み合わされて、そしてつながって、そしてそれは一つの建物として建て上げられていく。You know, and, and そしてこれが私たちにとってはいしようとお答えするべき。 もう一つのチョ o i e なんです。Okay. Yes、私たちも、その神様の家族、兄弟、姉妹と私たちが一緒に組み合わされて、そして一緒につながって、一緒にやっていけることに対して私たちは、はいと、主にお答えするべきなの、okay. in。私は、もともと日本に来ることす私は、もともと日本に来ること を計画していたわけではなく、最初はインドで宣教師をするす。Like、ニューデリーにある教会に神様が自分たちを根付かせてくださるものとばかり思っていました。<everything> でもその時にすべての状況が変わった。そのその時に気づいたのは、私は神様がこのカけがわの教会にここで根付かせてくださるんだということでした。That's not what I p l a n 私の計画とは全く違うことです。Realized, でもその私たちの今の人生の,その季節の中で神様は私たちをここにまあちょうどコンセントを入れるようにここにつなげてくださっているんだと。And then about で30年ほど前に私たちはこの静岡に出てくるようにと飯を感じました。コマーシャルをしておきますがあの、教会の30週記念のお祝いを5月の20日に行います。20日の日曜日に行います。30年。 この教会は立ちました。Okay. で私が教会一つの教会にそのどれだけいたかという年数を数えたらこの教会が私にとっては一番長い教会です。Okay. でもここが私たちを神様が私たちをつなげてくださったところなんです。私たちがどこにいようとも私たちには神様にはいとお答えするべきことがあります。 Start saying no. 今さら神様に嫌だとね言い始めないでください。それは一つあなたが神様に嫌だ、ノ、no、ーと言ったことによって次にあなたが何かどうしようかなと言っている時はノー、no、と言いやすくなる状況を作ります。そしてまたそれがこうして次にあなたはまた神様にノ、no、ーと その連鎖反応をどんどん作っていくことになります。Say yes、to God. 神様に「イエス」と「はい」とお答えしますし。To to そして他の人たちに対してそのどういうふうな「ノー」の言い方をするのかというそれについては神様に信頼を置いて神様がその状況を整えてくださると私たちは信じましょう。Because we have to say no. それは私たちはどっちにしてもノーと言わなくてはならない、言わざるを得ないところに立たされます。でも、その時に神様がどのようにそれに対処したらいいのかを必ず教えてくださる、道を開いてくださいます。S <S 一緒に祈りましょうか。

そして私たちに何が一番いいのかを最善を知ってらっしゃる方です。どうか私たちが神様あなたから促されたときに本当に時間をかけずにはいということができるように助けてください。 そしてまた私たちの周りの人たちにそのかける言葉についてもあなたが知恵を私たちの答えになりますよ。Lord, make us wise in all of our relationships. 振る舞いますように主をどうかここにいらっしゃるお一人お一人全ての方々を祝福してくださるように今てります。 ああ一人一人が周りの人々にそのいただいた祝福を流し出すことができるようになりますよ。Today, 今日私たちは生産式に預かりますああ。その時に私たちはあなたに近づきます。どうか私たちにも近づいてください。神様。 あなたの流してくださった血しを表すこの飲み物を今、しゅします。そして私たちのために砕かれたこのあなたの身体を表すこのパンを祝福します。Lord, that by the breaking of your body, we can become one new body in you. 今、一つのパンを裂くことによって私たちは新しい一つの体になることができますから、本当にありがとうございます。Lord, help us to really appreciate our family in Christ. 私たちの家族がここにおりますからどうかその互いに私たちが感謝し合うことができるようにまた私たちの周りの家族のメンバーを感謝することができるようにお導きくださいそしてまた聖霊様私たちがどのようにしたらよりよく組み合わされることができるのかを見せてくださいイエス様の皆によって祈ります <Amen. S 1> アーメン私たちがどのようにしたら あ、どうか精算式に皆さん預かってください。Prayer, そして、もしあの祈りの必要な方があったらおっしゃってください。あの一緒に祈ります。Amen.